ハンターストーン原子力発電所は、イギリス、スコットランドのエアシャー、ハンターストーンに所在する原子力発電所。ラーグス南方約 9km、ウエストキルブライド北東約 4km の位置にある。ハンターストーンは同地に設置される A 原発と B 原発の2つからなり、A 原発は現在廃炉中、B 原発は運転中である。発電所は、 ゼネラルエレクトリックカンパニーとサイモンカーブスのコンソーシアムにより1957年に建設が開始され、1964年9月22日にエリザベス交代号の手で会所が行われた。ハンターストン A には電気出力180ムーのマグノックス炉が2機設置された。原子炉は GEG が供給し、タービンはパーソンズが製造した。建設は モーレムなどが受け負った。マグノックス炉は原則材にグラファイト燃料に天然ウランを使用し二酸化炭素ガスで冷却される。それぞれの原子炉は3000以上の燃料チャンネルからなり鋼鉄製の原子炉圧力容器に収められている。それぞれの原子炉の周辺には蒸気発生器が8機設けられていた。建屋の大部分はガラス製で、 外部気象から原子炉を保護する程度であった。6機の60メガワット発電機は隣接するタービン建屋に置かれていた。ハンターストーンエア原発は原子炉下部から燃料交換ができるよう、炉心が高さ10メートル以上の高所に設けられているという特徴的な設計になっていた。マグノックス炉は反応余裕度が小さいため運転中に頻繁に 燃料交換をする必要があるが、この設計こよって使用済み燃料の交換は、上部の燃料交換器で運転中の炉心からを吊り上げるのではなく、重力により、下方に取り下ろすだけでできるようになった。後に、設計時に想定していた炉心温度では、鉄製部品の腐食が進んで原子炉の寿命が短くなる恐れがあることから、 原子炉の寿命を確保するために出力が150ムーに減らされた。ハンターストーンエイ原発は国営電力の南スコットランド電力局がスコティッシュパワーとスコティッシュニュークリアに分割民営化される直前の1990年に運転中止が決定され、2号炉は1989年12月31日に、1号炉は1990年3月31日に、 運転が停止された。建設から1990年の停止まで南スコットランド電力局が所有、運用していた。スコットランドの電力事業民営化により、ハンターストーン原発の所有権は原子力発電事業を担うスコッティッシュニュークリアに移動した。1996年には原子力産業民営化により、発電所の所有権は 国有のマグノックスエレクトリックに移転した。2005年4月に原子力廃止措置機関が設立されると所有権が NDA に移った。現在は NDA からの委託に基づきマグノックスが管理している。B 原発の建屋 B 原発は1976年から運転されている。現在は EDF エナジーが運転を行っており、出力は1000メガワット。 2023年までの運転が計画されている。B 原発は、ザニュークリアパワーグループと呼ばれるコンソーシアムにより行われた。TNPG は2機の改良型ガス冷却炉を供給し、タービンはパーソンズが製作した。建設は1968年に始まり、1976年2月6日に送電を開始した。1977年12月3日、 タイムズ紙は二次冷却系の回収作業中に海水が原子炉に侵入していたと報じた。二次冷却系では一次冷却剤である二酸化炭素を循環させるガス循環装置のベアリングなど様々なものを冷却するために水が利用される。一次冷却系のシーリングから微量の二酸化炭素が漏れるため放射能を帯びた二酸化炭素で汚染された。 冷却水を海水冷却プールに排出するためのバイパス管が導入されていた。原子炉の保守作業の際に一時冷却系の圧力が低下したことにより、海水がこのバイパス管を通じて原子炉まで逆流してきたのである。原子炉の余熱により海水が蒸発し、炉心のガス循環装置付近に塩が積出し、当時原子炉は数年にわたって運転不可能になり、 修理費用に1400万ポンドかかるほか、電気料金が1から2%上昇すると見積もられた。レスターシャアのウェッツトンにあるニュークリアパワーカンパニーの流体研究所で後半なモデリング作業を行って、塩の石質箇所を特定し、技術者が掃除機で塩を取り除いて、原子炉は運用に復帰した。2006年には、他のアグアと同様にグラファイト製減速材ブロックに、 亀裂が生じ、構造的な問題が発生する懸念が提起された。当時はこの問題は見つかっていなかったが、2014年10月には、同年8月から行われた定期検査の結果、原則剤ブロックに亀裂が発見された。EDF エナジーは、経年により原則剤に亀裂が生じることは予想の範囲内であり、原子炉の安全には影響ないと発表した。 2016年10月には、露心のグラファイト製原則材の安定性の懸念に、対して多関節型制御棒を追設することが発表された。原子力規制局は、グラファイト製原則材の固定容器以降が多数、破損していると、地震のような異常事象によりグラファイト製原則材ブロックがずれ、通常の一体型制御棒が挿入できない恐れがあることを懸念していた。 制御棒を多関節化することで多少ブロックの位置がずれても露心に挿入可能になると考えられた。2018年には予想より早く亀裂が生じた減速剤ブロックが見つかったことから安全性の検証が行われている。もともとは2期合計の電気出力は1215メガワットであったが2007年に最大出力の70%に当たる850。 ムーほどに出力を制限することとなった。定期検査中に行われた検討により、2011年はじめには3号炉は最大出力の82%程度となる540ー4号炉は73%程度となる480ーで運転することになり、合計電気出力は1020ー程度となっている。所内電源として90ムーを消費するため、 賞味出力は930ムー程度である。これでもおおよそ100万世帯を超える電力需要を賄うことができる。B 原発はもともと2011年まで運転する予定であったが、2007年に5年延長して2016年まで運用することが計画され、2012年12月には EDF は技術的にも 経済的にも2023年までの運転が可能であると発表している。ありがとうございます。